皆さんこんにちは、リュウビン宮瀬です。4月10日にプレイリストがリリースされました。このアルバムに入っているミスプレイリストという楽曲はですね、メジャーデビュー曲なんですけど、ちょっと今までと違ったダークめな曲調で恋と音楽をリンクさせている曲なので、すごく今までにない曲になっていると思いますし、なんか恋模様をすごく音楽で例えてて、ちょっとなんかちょっとおしゃれな、はい、曲になってます。でもサビは結構壮大で、いろんな人が聴いて共感できるような歌詞になってると思うので、ぜひ聴いてください。やっぱりゆうたさんの曲で高いキー低いキーっていうのがすごく激しくて、波が激しくて、そこにこう合わせて歌っていくのがすごくこう大変だったんですけど、音もね綺麗で、すごくいい楽曲が誕生したんじゃないかなって思います。ダンスはシットキングスの和樹さんが振り付けしてくださって、超超かっこいい振り付けになってるし、なんかこうちょっと余韻を残すカッカッっていうなんか振りだったり、うおーってなるポイントがたくさんあるので、なんかループしてのところもカーンって音が入るんですけど、ルーカーンカッみたいなところもあるので、なんかダンサーさんとの僕のパフォーマンスはすごく最高にかっこいいと思うので、楽しみにしててほしいです。難しいんですよこの楽曲の振り、だから真似できたらしてほしいんですけど、どこだろうな、回れで手をこうパンパンって開くんですよ。その時に回れで、これをやんなくてもいいので、回れとかなんかこう投げてほしいなって思いました。回れタタタタタって音楽に乗ってほしいです。はい、倉庫で撮影してて、なんか倉庫にコンクリートなんですけど、倉庫にセットを組んで自分の家の中を表現したので、そういうところとか、あとですね、気づいた方いると思うんです、いないと思うんですけど、アウェイクの時に出てきたテレビ台とか僕の部屋の中に入ってたりするので、そういう細かいところにも注目してほしいです。はい、本当にメジャーデビュー一発目のライブということで、気持ちも高まってますし、皆さんにいろいろな顔を見せれるように頑張りたいですし、挨拶一つ一つしっかりと、回りたいなと思うので、全力で楽しみましょう。まあ難しいので、歌えたら逆にかっこいいんですよ、女の子も男の子も。何この曲歌えるのすごいってなるから、もうカラオケで、一人カラオケでもガンガン練習して、友達とかと歌った時に超上手くなっててほしいです。で、歌うことですね、なんかもうずっとこう何回も歌うことが、はい、いいことだなって思います。締めはビギンさんの三線の花です。アウェイク、やっぱり僕の曲だし、デビュー曲一発目の曲なので、思い入れがすごくあって、その曲を他の人が歌ってくれてたらすごく嬉しいです。以上、リュウビン宮瀬でした。バイバイ。